チベット学は、チベット及び、チベット民族の歴史や文化を研究する学問である。オリエンタリズムとしての東洋学に属する。チベット学の創始者ハンガリーの東洋言語学者、ケーレシチョマ1902年、ダージリンでラマの姿をした、川口絵海西洋のチベット学は、宣教師の伝道から始まる。十六世紀末、チベットにキリスト教徒ありと信じ、 宣教師が伝道に向かったという、宣教師も文献学的方法でチベット文化を解読しようとした。それは資料収集、辞書文法編纂、ん、皇帝翻訳、文化解読という手法を用いる文献学や聖書学に基づいていた。それが言語資料に基づいて一民族ないしその文化の特徴、並びにその発展を研究の対象とする学問と一般に、 解される文献学となる。このように初期においてチベット研究はその国の文化をよく理解している国に統治権があるというオリエンタリズムの面から推し進められた。オリエンタリズムはナポレオンのエジプト遠征の頃から植民地支配に利用された。それは収集保存し研究展示するという博物館の役割が社会統制具として機能したのと同様のことである。 そのように植民地主義と帝国主義の時代の列強諸国や西洋の人々は上記の方法を用いてオリエンタリズム的姿勢でチベットの文化解読に臨んだ。地理的に隣接するロシアがチベット研究では抜きん出ていた。中国による1950年からの中央、チベット侵攻と1959年に至るチベット動乱以前には、 各国の図書館などに収蔵された乏しい資料を対象とする文献研究が主流で、いくつかの辞書や目録を頼りとするものであった。1959年以後、亡命チベット人学者の情報と豊富な文献が入手できるようになり、次第に植民地主義モスタレト知見のために研究するというオリエンタリズムは政治的に意味をなさなくなり、 そこから脱却した研究が行われようになった。特に21世紀に入ってからの西洋での研究は、量的にも内容的にも充実してきている。中国では遅れてきたオリエンタリズムのチベット研究が20世紀末から盛んになった。チベット学前史としての宣教史のチベット、もちろん便宜的なもので、実際には衰退した方法も並行して存続し、複雑に工作している。 アントニオ・デ・アンドラーデ中国や日本では古くから知られ西洋でも知られていたが近代西洋人の間でチベットの存在が意識されたのは17世紀初頭にポルトガル人宣教師アントニオ・デ・アンドラーデがチベットに入ったことが短所とされる多くの宣教師が記録を残したが西洋人のチベット研究で高い評価を受けるのは1716年にチベットに入った イタリア人宣教師、イッポリト・デジデリである。彼は、チベットのラサに1721年まで滞在し、チベット語、歴史、文化を学び、帰国して、チベットの報告を書いた。19世紀から、中国がチベットに侵攻する1959年までの時代には、入手困難な文献を対象として、分析解釈する、まさに、オリエンタリズムとして研究された。 それゆえ概説で述べたオリエンタリズムの手法、資料収集と目録化、辞書と文法、工程と翻訳、文化解読という4項目に分けと述べる。資料収集と目録化、編集ヤコブシミットチベット学の祖とされる、ハンガリーの学者系レシチョマは1820年にチベットに入り、チベット語を学び、いくつかのチベット文献を持ち帰った。 それらの目録は1942年に出版されて、以降、何度か編纂されている。チョマは1836年と1839年にカンギュルの分析を発表した。カンギュルとは、訳されたすべての経典を意味し、テンギュルは、訳されたすべての論章を意味する。経典は物説を意味し、論章は諸子が解説したものを意味する。前者を釈説部。 後者を論書部などとも呼ぶ。カンギュルとテンギュルを合わせたものをチベットを倶ったとも呼ぶ。それに含まれないチベット人諸子戦術文献をクラガイ文献とも呼ぶ。それらの総称としてチベット文献という呼称を用いる。1835年と1841年にロシアのバルトドイツ人パベル・リボビチ・シリング本館したとはおそらくブリアート寺院から デルゲバン・カンギュールとチベット文献を入手し、それらはロシア科学アカデミー東洋古文書研究所に収蔵された。1847年にオランダ人ヤコブ・シュミットがチベット文献目録を、1854年にカンギュール目録をドイツ語で出版した。1889年、ドイツの外交官マックス・フォンブラントがヨーカズ・ノミヤの写本カンギュルを入手。 それは、ベルリン州立図書館に収蔵され、1914年に、ヘルマンベックがその目録を作成。これは一般に、ベルリン社本館ギュールと呼ばれる。1900年、寺本縁画が、北京版、カンギュルテンギュールと倉外仏教文献を入手。それらは、大谷大学図書館に収蔵された。1930年から1932年に、 チベットオークラヘアマコトシカ感動目録が出版され、続いて仏教学者山口マスの監修により、総目録と尊カパゼン書などを含む北京版チベットオークラ行が1955年から1961年に鈴木学術財団から永遠刊行された。それに先立つ1909年からパルミル・コルディエがフランス国立図書館所像の北京版。 テンギュール目録を出版した。1902年、ブリアート人、ゴンボジャブチビコフがラサから、1907年には、ブリアート人、バザラ・バラーディンが、ラブラン・タシキルデラから、チベット文献を入手し、それは、ロシア科学アカデミー東洋古文書研究所に、収蔵された。1905年、イギリスの軍人フランシス・ヤング・ハズバンドが、ラサで、写本、カンギュールを入手、それは、 大英博物館に収蔵され、一般にロンドン写本館ギュールと呼ばれる。1906年にオーレルスタインが遁光文章をイギリスに持ち帰る。それらは大英図書館に所蔵されている。そのチベット文献目録は1962年にルイド・ラバ・レプさんとエノキ・カズオによって作られた。1908年あるいは1909年にアメリカ人、 ウィリアム・ウッド・ビル・ロックヒルはデルゲ・ワン・カンギュールを入手した。それらは米国議会図書館に所蔵されている。1909年にフランス極東学院のポール・ペリオがトンコ文章をフランスに持ち帰る。それらはフランス国立図書館に所蔵されている。そのチベット文献目録は1939年からマルセル・ラルーによって3分冊で出版された。 ただ一時間1903年と1915年の二度に、渡り川口へ会は日本に、デルゲ、ナルタン、チョーネバンカンギュル、シャホンカンギュル、ナルタンバンテン,ンギュルと倉外仏教文系をもたらした。これらは東洋文庫に収蔵され、東京シャホンカンギュルなどと呼ばれる。1915年に、セルゲイ・オルデンブルクが、遜光文書を持ち帰り、それは、 ロシア科学アカデミー東洋古文書研究所に収蔵された。1916年に青木文教は蔵外仏教文系をもたらした。これらは国立民族学博物館などに収蔵された。1923年、ただひとし館は日本にデルゲバン、カンギュルテンギュルと蔵外文系をもたらした。それらは東北大学に所蔵され、1934年に ただは、旗の白竜などと共に、デルゲバン、カンギュルテンギュルの目録、チベットオクラ行走目録を、観光、1953年に蔵外、仏教文献目録を出版した。これらは、東北目録として高い評価を得た。チベットでのトゥッチ1927年から1948年まで8度チベット、ラダックに入った、イタリア人のジュゼッペ・トゥッチは選び抜かれた。 膨大な文献と文革による破壊前の貴重な図像をもたらした。それらはイタリア中東局等研究所に収蔵され、1994年と2003年にその目録が出版された。1959年にハンガリー人のヨセフ・コマスはチベットのデルゲでデルゲ版カンギュルテンギュールとクラガイ文献を入手した。それらは クラハの東洋研究所チベット図書館に収蔵され1971年に目録が出版された。以上がオリエンタリズム時代の主な資料収集である。辞書と文法、編集1834年にチョマはクラエ辞典、チベット語文法を編纂した。1839年にシュミットがチョマの研究をもとに文法、辞書、 目録を1848年に出版した。1858年に、フランス人、フィリップ・エド・アル・フ光コーはフランス語の、チベット語文法を表した。ハインリヒ・アウグスト・イエシケは1871年に、クラドク辞典1881年に、クラエー時点、1883年に、チベット語文法、第2版を出版した。サラト・チャンドラダスは1902年に、 フラエー典1915年に文法を出版した。この文法には、伝統文法の白尾、質文法が付されている。寺本縁川1929年に、チベット語文法を、池田清志たちは1932年に、チベット文法入門、初等チベット語特本を、川口英会は1936年に、チベット文典を出版した。ジャックバコは1928年、 1946年、1948年に、文法研究の本を、ゲシェーチュパーは1949年に、クラブン辞典を、稲葉正成は1949年に、チベット語古典文法学を出版した。工程と翻訳、編集、有利料理譜書記の一部を挙げるとシュミットは1837年に、今後般若業を翻訳し、1843年に、 ケング教チベット分けと、その翻訳を出版した。風光は1847年に、ラルタビスタラのチベット分け、1848年に、ロックヒルは1883年、チベット語訳、ウダーナバルガを英訳した。1884年に、チベットオークラン行から仏伝を英訳した。1891年には、映像図式などに基づきチベットの知史を出版した。 ワシリーエフは、ブリヤート像などに学び仏教史を出版し、それは、独仏語に訳された。その弟子であるセルゲイ・オルデンブルクは1897年に仏教文庫の刊行を開始した。仏教文庫には、中論、入り中論、入り母大公論、クシャ論など、チベット仏教の基本論書をはじめチャンキャルルペイドルジェの三百尊、図像集や翻訳名義大寿などを含む、 以上のロシアでの研究はすべて、ゲルクの情報提供者の影響を強く受けたものだが、これらと異なるのが、ユーリニコラエビチリオーリフで、チベット絵画から、交互、方言研究を経て11巻のクラロエー辞典を編纂した。また記載、ゲンドゥンチュンペルと共に訳した、聖誌は1949年に出版された、名役で、チベット学の基本資料となった。トッチはこの分野でも、 画期的な業績を残した。1932年から出版されたインドチベティカ総書。1949年出版。チベット絵巻。1956年から出版された小仏教文献総書に代表されるが、それらは中共による破壊以前のチベットの貴重な記録となっている。文化解読、編集、ヒョードル・シチェルバツコイ文化解読を提示した文献として、 エミール・シュラー・ギントバイトのチベットの仏教、ローレンス・ウォッテールのチベットの仏教、アルベルト・グリュンベーデルのチベットとモンゴルの仏教神話、チャールズ・アルフレッド・ベルのチベット過去と現在、チベットの人々、チベットの宗教、ただひとしかんのチベット、ヘルムート・ホフマンのチベットの宗教などが書かれた。この時期の研究は攻防派とも呼ばれるゲルク派説に特徴づけられている。 それは、修祖、ンカパの尊数と、それに合わせた他者の解釈であり、以下の文章はその特徴を端的に示している。カーダム派のアティーお及び工房派のカイ祖ンカパは、共に戒律による高い道徳的立場と、大乗建教の深い哲学と思って、在来の堕落したチベットの仏教特に密教を改革した功労者、改革者として、チベット仏教史上に高く評価され、 ゾンカッパは、前者は T 社をそのまま受け継ぎ、これを復興拡大したに外ならずこのような見解は、その転居をチベットに発している。旗の白雄、チベットインド学習生第一巻、1986、29ページ、再録、その転居とは、ゲルク文献や、情報提供者の説で、上記、仏教文庫に含まれるボストリコフ、チベット歴史文献は、 ゲルク説からの文献解題書に他ならず、取扱いに注意を要する。オルデンブルクの弟子で、仏教文庫にも多くの著作を書いているヒョードル、シチェルバツコイワモンゴルなどで、ゲルク像より学び、ルイドラバーレプサンなどと論争を展開し、仏教学に大きな影響を与えた。ハタノ博は、オリエンタリズム期にあって、その変更を指摘するという、優れた分析を発表した。 そのアティ社研究は特に優れている。ナムカイノルブリンポチェ1950年代の中国によるチベット侵攻とそれに続くチベット動乱によって1959年以降多数のチベット人が国外へ亡命し、チベット学は一変した。ロックフェラー財団は亡命チベット人学者を7、各国に送りチベット研究を推進させるプロジェクトを起こした。例えばデシュンリンポチェは、 ワシントン大学へ、ナムカイ・ノルブ・リンポチェは、ローマのイタリア中東極東研究所へ、サムテンカルイは、ロンドン大学へ、タルツェ・リンポチェとケツン・サンポ・リンポチェは、東洋文庫に迎えられた。このデシュン・リンポチェに学んだデイビット・ジャクソンや、ジーン・スミスは、チベット学を一変させた。特にジーン・スミスは、米国の広報480と呼ばれる食料、援助プログラムにより、 亡命チベットのテキストを多量に印刷し、それらは米国議会図書館に収集され、世界宗教高等研究所がその収集本をマイクロフィッシュ化して1977年から公開した。これにより多量のチベット文献が比較的容易に閲覧できるようになり、チベット学は飛躍的に推進された。さらに1999年に設立されたチベット。 仏教資料センターが膨大なチベット文献をネット上で容易に閲覧できるように公開した。ロックフェラー財団のプロジェクトも広報480も政策としては明らかにバルフォア宣言を受けて米国が均等書庫によるあらゆる重要な著作を入手しようとした文化関係政策と同様のものである。1970年から2001年も 現在その目録が公開されている。インド北西部スピティ地方のタボジで1990年にウィーン大学とイタリア中東局東研究所によって本格的な調査が行われ多量の古文書が発見された。これらはタポテラ文書などと呼ばれ、トンコー文書のように古形を保存する文献として注目されている。タポテラ文書を含む西ヒマラヤ社本調査研究が ウィーン大学で精力的になされている。これはカンギュルテンギュルも含むチベット文献の総合研究で、特にカンギュル研究は他の追従を許さない徹底的なものである。最近にデータベースが公開され、諸本目録が比較参照できるようになるなど日々進化している。中国の文革によってチベット本土の文献はほとんど消滅したが、一部の文献が 北京民族文化具チベット文献図書館に保存されていた。これらの目録が出版され、ペルテクチベット古籍研究室からカダム文献など散逸したと思われていた膨大な文献が精力的に出版されている。膨大文文書については、1994年に国際豚校プロジェクトが設立され、百九十八年にデータベースが公開された。これにより、 トンコー文書もネット上で容易に閲覧できるようになった。ありがとうございます。